小町ただし4月18日から2012年7月15日は太平洋戦争期の大日本帝国海軍の戦闘機搭乗員。最終階級は海軍飛行兵総長。太平洋戦争において真珠湾攻撃から終戦まで対戦の全機関を戦い生き抜いた歴戦の操縦士。空母、昇格の戦闘機隊員として 太平洋戦争前期の主要な作戦ほとんどに参加した。岩本鉄造被装長、熊谷鉄太郎被装長らと共に3号爆弾による大変大爆撃機迎撃の名手であった。1944年3月には被弾して燃料を吹きながらも B-24 を迎撃し続けた功により特別全交渉一戦を付与された。1944年6月、 マリアナ沖海戦に参加するため、零戦15機の編隊でトラック島からグアム島に移動したが、グアム島の上空を制圧していた、米機動部隊のグラマン F6 回に着陸寸前に襲撃され、海面に不時着して顔や手足に大やけどを負った。グアム島の日本軍は、同年8月までに玉砕したが、小町は負傷から数日後にグアム島からトラック島に、 一式陸上攻撃機で救出され、トラック島から病院船氷川丸で内地に帰還して入院治療を受けた。2ヶ月後に退院し、峰山海軍航空隊に教員として、赴任、着任の直後に飛行兵総長に進級して、教官となり、練習生の指導に当たった。小町は操縦練習生時代の班長が、当時の海軍では、 当たり前だった体罰を小町たちに一切加えなかったことを得とし、教育部隊での教え子に体罰を一切加えなかった。1945年6月に横須賀海軍航空隊府となり、8月15日の玉音放送を迎える。8月18日、偵察のため関東上空に飛来した B-32 を市電改めて迎撃した。この迎撃は、 指揮官が命令したものではなく、敵爆撃機の飛来を発見した搭乗員、整備員たちが自発的に行ったものだった。日本側の迎撃で損傷した B-32 は、伊王島にたどり着いたが、機銃一手が一人機上戦死した。玉音放送後の戦闘であるが、米軍から日本側に苦情はなかった。この迎撃戦闘は、 帝国海軍航空隊の最後の空戦であった。坂井三郎将尉は、自らもこの空戦に冷戦で参加したと述べている。一方、小町は、自然改めですら、降下しながら、全速で逃げる B-32 を追いかけるのに、苦労した。冷戦では追えなかっただろうという趣旨を述べている。大原領事上等飛行兵装は冷戦52型で、同日に、 B-32 を迎撃し、3撃目までを加えたことを証言している。ただし、小町と大原の証言を本にまとめた神立直樹は、この日飛来した B-32 は、複数機だったらしく、小町と大原が迎撃したのはそれぞれ別の機体で、あろうと判断している。撃墜機数は18機以上。空母、昇格乗組の軍一家士官。 峰山海軍航空隊軍医長として、小町と同じ部隊に二度勤務した、渡辺正艦海軍軍医隊は、小町を冷戦操重視の司法と評した。復員後、職業軍人を白眼視する故郷を捨て、妻と共に無一門で上京した。釘の行商から身を起こし、材木店、建築会社の経営を経て、1973年から東京、 か田で賃貸ビルオーナーとなった。2012年7月15日、老衰で死去。ABCDEFGHIJK 間たち、直木、冷戦最後の証言、尿大空に戦った、ゼロファイターたちの風貌、ある冷戦パイロットの奇跡27から28ページ。ある冷戦パイロットの奇跡212ページ、275から276ページ。渡辺直幹、海戦。 空母昇格今日の話題社、1991年、著者略歴。川崎通、アルレパイ先輩ロットの奇跡やとがき。2012年7月18日付け産経新聞。ありがとうございます。